ちょっと普通に怖いですよ。あれはもう完全にもう、ロボルトーね、陰謀論の、いってらっしゃい。ごぼうの塔っていうのすごい聞かれるんですけど、ごぼうの塔は何者なんですか？ごぼうの塔はね、陰謀論の、また陰謀論。いや、だから一緒ですよ。だから賛成とか言ってることとごぼうの塔が言ってることっていうのは実は一緒です。お給料上げようっていうのがあるんですよ。その給料が上がるわけないじゃないですか。これからのもうどん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 格差広がっていくのに。そこら辺を言ってるのと、金持ちなんですか？あの、ちょっと僕も会いましたけど。何で金儲けてるんですか？本人はなんか、すごい由緒正しい、土佐藩のなんかとか言ってましたね。いや、わからないですわ。ちょっと普通に怖いですよ。芸能人と仲いいですよ、いろいろ。でも、ごぼうの塔の政策って、選挙前は、ごぼうのようになんか、根を張って、誰とも争わないみたいなこと言ってたんですよ。うん、どことも争わないっていうことで、うん、信長篤君とか、ワンオクの坂君とか、ただ、それは争わないという前提で出たんですよ。はい、で、選挙終わってから、その代表の奥野さんっていう人が、いや、本当のことをやりたいことを言うと、令和と参政党と被るから言わなかったって言って、アメリカ憎しですよね、簡単に。参政党とごぼうの党は、アメリカが嫌なんですよ。で、どこに戻したいかって言うと、江戸時代に戻したいらしい。なるほど。願いしろと。願いしろと思いますね。山本太郎さんっていう人、まっとうな人が周りに来ない証拠ですよ。だって、どう考えても令和に議席ほぼ減るのに、水道橋水産ぐらいしか行かないわけですよ。多分一緒にできないやと思った、近くにいたら。でももう、令和5議席ですか？全部で8ですよ、だから。8万。だからもう共産党はもう、令和コロナと思ってますよ。まあ、あそこで議席を奪いやってるだけで、一番令和の躍進を起こってるのは共産党ですよ。全然他の自民党の票取ってないですから。立憲と社民と共産党と令和のこの4つに関しては、基本的にはもう一緒なんで、どん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 パイが減っていってるんですよね。賛成党はどうなんですか？賛成党は伸びますね。でもすごいですよね。僕はいろいろもうみんなからニーズがありすぎて調べたんですよ。そしたら、まともなことを言う人たちが、もう排除してもいいから、コンデモ論とか、陰謀論とか、そういうのを取り込もう、はい。今のこの民主主義国家においては、もうこれから伸びますよね。矛盾することでも肯定するようにちゃんと話ができるようになってますから。あ、そういう人。うまいですよ、うまいですよ。もうあれはもう完全にもう、本人も悪気がなく言ってると思いますね。相手に合わせてちゃんとイエス、あなたを受け入れるっていう答えをちゃんと持ってるんで。なるほどね。あれはうまい。